トンやってきましたよ。川手花留めね。ここが A の11ってことで、いやー、大阪ですね。まあ、大阪府にある駅といえどもね、さすがにね、この企画だったらね、大阪といえどもね、かなりちょっと離れる方になりますからね。川手花留って何だろう、何ですか、初めて来る。まあ、当たり前だ。そんな用事があるところでもないですけどね。あ、でも、そっか。花留め、でも、ラグビー場でがあるので有名なのは多分東神奈川の方だと思いますしね。だと思いますけど。で、そう。企画説明がね、途中になってましたけどね。今日何をやっていくかっていうと、まあ、要は、対決検証企画ってことでね、言ってましたけど、要はその、同じ四日市駅でね、その近鉄四日市駅を、JR 四日市駅は近鉄四日市駅を抜くことがないと。いう中で、じゃあ同じ駅ナンバリング、同じ11のところだったら、きっと JR 四日市駅の方が近鉄に勝ってるだろうと、いう企画でして、何を持ってね、勝ち負けにするかというところなんですけど、これは完全に、三重県民、四日市市民のね、私が見た独断と偏見で決めていこうと。まあきっとね、調べればわかります。上皇寺院とかね、調べればわかると思います。まあ多分、最後にまとめてね、そのあたりとかはやると思いますけど、ちなみにね、JR 四日市駅は上皇寺院が2200人、乗車人員が1日2200人だったかな。で、近鉄四日市駅だと2万人とかになるんですよね。そう、10倍、いや、だいたい10倍ぐらい差があると。これはね、埋まるわけがないと。うん。で、まあ、駅の規模とかね、そういうので行くと、例えばね、近鉄、JR 四日市駅だと、一面三線の駅ですよね。で、そこやったら、二面二線か、こんな感じやから。そうですね、ここは引き込み線とかないんですね。あ、でも、普通に東海花園の雪も走ってくるんや。すごいね、うん。結構なんやかんやで本数が多いんだよな。しまったな。そう。で、こんな感じで来たわけが普通でしょばっかしだよね。まあ、そうですね。まあ、一応、JR の四日市駅は特急停車駅だから、これで勝ったと。うん。いうことで、ここは、JR 四日市駅の勝利となります。なんか、一つでも勝ってるところがあったら、もう勝利っていうふうにします。出ないとね、これだとね、絶対成り立たないはずなんだ。全国は準急停車駅。ここは準急に続いて通過していく駅なんだな。まあ、せっかくなんでね、じゃあ、どれくらいちゃんと勝ってるかどうかっていうのはね、一応、例えば、駅の中にあるコンビニの数とかね、あとは停車する列車の本数とかは、まあ、まだこれはちょっと、後で時刻表のデータとかまとめて、これ、写真撮ったのを手書きで数えるんですけどね、で、やっていこうと思います。で、電線のデータがあるとかで見たいな。よいしょ、下を見よう。まあ、そういう感じで、今から、11番の駅ですね、ずっと辿っていこうという企画でございますと。ちなみに、JR 四日市駅は CJ11 っていう駅ナンバリングらしいです。で、これさらについでなんですけど、近鉄四日市駅がね、ちなみに何番かというと、E の21なんですよね。そう、実は10駅もね、同じ名古屋から出てても差がある。まあ、近鉄の方はそれだけ間に駅数が多いと、いうことなんですけど、降りよ。あ、びっくりした。こんな風にしまった。よいしょ。
私の真ん前にコンビニもあるはず。この辺りは便利ですね。あ、でも待てよ。JR の四日市駅のからちょっと行ったところにあるコンビニもあったら24時間営業だから結構あるし。こんな感じですよ。今回だとこんな感じですからね。パワープレイのことがあった。で、こんな感じね。A の11と。で、JR のその、頑張りがね、ちなみに、新宿四日市駅は21だよね。中継どこなんだ？やとみか。ああ、やとみか。愛知も出ないんだね。その間に病気ありますからね、駅は。あと、あと。こんな感じの駅ないね。駅前、まあ、駅ビルはシベルシアもあるし、まあ、やっぱ普通に便利な感じになってんだよね。こうやって、変わって必ずね。駅前何があるんだろうね、なんか。あ、ローソンもあるし、まあ、やっぱ便利そうだけど。あとあれか、駅前のね、パーキングの値段ね。うん。駅前のパーキングの値段とかも押さえといた方がいいでしょう。JR の四日市駅は1日利用で700円でしょ。700円より安いところだったら、あれかな、安いところだったらそれだけ利用のね、その需要が少ないっていうふうに見ることができるでしょう。だから、駅前パーキング、あ、そこにパーキングあるか。くらいになっとる。はい、近鉄不動産がやっとるやつやね。まあまあまあ近鉄ですからね。こんな感じ、ちょっとレトロな感じになっとるんや。奥に通り抜けできんのね。ぐるっと思われてなかったのか。で、公開機になってるんだね。まあ、なんか、ここはなんか向けてきましたけど、いや、公開あるかどうかなんてね、関係ないですからね。うん。高さなんて関係ない。うん。で、ここ、昼間利用料金が300円で、夜間が300円ですから、24時間通すと1000円か。あれ、高いな。もう、ここ24時間で800円。大体一緒。よし、大体一緒。大体一緒だから、ここはまあ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 。まあ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 。あ、ちなみに、今のところ言い張って忘れましたけど、今回ね、一応11の駅を巡るということで、駅ナンバリング、もうね、事前に調べてあります、ちゃんとね。そんなね、行き当たりばったりで行ってるわけじゃないんですよ、うちのチャンネルだってね。で、調べたついでに21番の駅も調べてきましたと。で、まあ、一応ね、念のためね、まあ、近鉄の四日市駅は近鉄の駅の中でも相当でかい方ですけど、まあ、きっとね、駅ナンバリングで見たときにはもう21で下に勝てるところはないはずだということで、一応ね、調べとこうということでね、近鉄の四日市駅と同じ21番の駅も調べておきました。そうすると、A の11が見えてる。全然カメラ映ってね。スクショ映しとくか。A の11が河内花園駅で、21番が勝負池駅でいいのかな。で、B の21。ちなみに B は11が、B は11は伊勢田駅で、B の21が新放送の駅。これ、京都線の放送で、京都の放送で。で、C は、実は11も21もないんですよ。これ、近鉄の駅ナンバリングの特徴で、支線で分かれるところは、例えば、さっきの、ところ、石中川なんかでもそうですけど、四日市なんかでも21になってますけど、そこから先、出てる、なんだっけ、米山線なんかは、22番から始まるんですよね、次。っていう感じの付け方なんで、飛び場になっているところもあります。で、
C は11点も21点もなしで、 D が大阪線なのかで、近鉄八尾、八尾駅、八木やったらね、近鉄止まる、あの東京止まるいいんやけど、八尾と、あと二上駅で、E が名古屋線になって、11が近鉄弥富駅で、21はまあ妖怪鉄駅ですね。で、F が、これどこだ、南大阪線かな、江賀野省でいいのかな、江賀野荘駅と21番が遠町駅、もう全然わかんない。で、G の21が萩野台駅。これね、生駒から先のところだと思います。生駒線か。近鉄と生駒線の駅だと思います。で、O の21が、滝谷不動駅。滝谷不動、どこだどこだったっけな、あれだ、河内長野の方行くやつだ。あっちの方の土地にあるところで、ここね、確か前に通ったことあるんだよな。うん、滝谷不動駅やろ。で、最後なぜか Y で21が実は一本ポンとあって、生駒三条駅。やめてくれ。やめてくれ。生駒三条。マジかよ。ってことでね、一応、まあ、21なんでね、行けたらにしようかな。何せね、行くの大変なんでね。あ、でも、まあ、オンシーズン、今はもう、遊園地がね、ある、ケーブルの、ね、登ってて、一番先のところですね、くっそ偏僻なところって分かってるんですけどね。まあ、一応、検証企画っていうことなんでね、まあ、現地行ってみないと分からない。再現主義って言いますからね、工務浄土の仕事は。現場に、何だっけ、現場に行って、現場に行って現物を確認し、現実を知るか、ね、三元主義っていうね、言葉があるぐらいでございます。ですので、ね、そっちの方でね、ずっとやっていこうと感じです。駅前はなんか再開発もやってんだね。なんか駅前地図とかあったらいいんだけど、何し、東大阪市かな？かな？って言ってるもん。はい、じゃあ、撮っとかないとね。駅の地図があったらいいんだけど、通販マップ以外にどっかに足りないな。ないなぁ。ちょっと。ここら辺が花園本町商店街だから、もうラグビーも、やっぱラッキーの街ですからね。よいしょと。途中も、ライナーズのやつとか出てますもんね。この辺とかどうなってんね。何をどう行ったらいいんや。